水剤においてはこの屈曲の下の部分ですね、全量が最大ボトルの容量を超えてくるときはどうするんでしょうか。この場合だと3日分と4日分に分けて。ようこそ薬剤師の生管理のハーフィーです。本日も動画をご視聴ください誠にありがとうございます。本日のこちらの動画では水剤の調整手順についてお話ししていきます。僕自身は今調剤薬局の薬剤師として5年目なんだけれども、薬剤師として2年目3年目の時にあんまり小児の処方箋を触ったことはなくて後悔した覚えがあるんですよ。なので皆様に対しては僕と同じ思いをしてほしくないということで、今回この動画の制作に至りました。動画の流れなんですけれども、水剤の調剤における手順っていうのを5ステップに分けてご紹介していきます。この動画を見ていただければ、まあほとんど全ての水剤の処方箋に対しては調剤できるようになるんじゃないかなと思いますので、これから調剤薬局の薬剤師として働かれる方にはおすすめの内容になっているんじゃないかなと思います。皆様とね、一緒に学んでいければ僕は嬉しいです。今回も全力で動画作っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。 On your mark。はい、それでは早速水剤の調整手順ステップ1なんですけれども、まずはボトルの選択ですね。ボトルは薬局によってね、規格が異なってくると思うんだけれども、大きく5種類ありまして、 30ml、60、100、150、200ml のものがあるんじゃないかなと思います。この中から水剤の全量を計算してボトルが最小単位のものを選ぶっていうのが重要なポイントになってきます。例を挙げると、こちらの処方箋って1日量が 13ml になるんですけれども、1週間だと皆さん 91ml になりますよね。なのでこの全量の場合、皆さんどのボトルを選びますか。そうですよね、 100ml のボトルを選ぶのが一般的なんじゃないかなと思います。なるべくボトルの空白の部分が少なくなるようにボトルのチョイスをしていくっていうことが、意識としては大事ですね。ただこれ例外が2つありまして、まず1つ目が、今回の処方箋例えば5日分だった場合、全量が 65ml になりますよね。でこの場合はボトル 60ml に入れてしまう方がほとんどなんじゃないかなと思います。まあ要するに少しぐらい過ぎてもそのボトルでいいよねっていうお話になりますね。じゃあこれどれぐらいで、超えてもいいのかっていうと、 100ml のボトルが境になっていて、 100ml 未満のボトルのものに関してはプラス 5ml まで、 100ml より大きい150とか 200ml のボトルに関してはプラス 10ml ぐらいまでは、まあ超えてもね、そのボトル使っちゃっていいんじゃないかなと思います。まあそして例外の2つ目が、水剤の全量が最大ボトルの容量を超えてくるときはどうするんでしょうかという話でございます。これ結論申し上げると、日数ごとに区切ってボトルを複数個用意するということでございます。これ説明していきますね。こちらの処方箋だと全量が 32ml になるじゃないですか。これ1週間分だと 224ml ですよね。でこの動画では 200ml ボトルを最大としておりますので、 224ml は 200ml のボトルには入らないということで、ボトルを2つ用意することになります。これ慣れてない薬剤師さんとかだと、半々ずつ 112ml ずつ150のボトル2個でご用意してくる方いるんですけれども、これはマイナーな作り方なんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、半々に作っちゃうとそれって 3.5 日分ずつですよね。患者さんからすると4日目の朝にお薬のボトルが1個開くわけですよ。これってなんかキリが悪いじゃないですか。まあ感覚的なものではあると思うんですけれども、日にちごとに区切って、ボトルを作るっていうのが一般的ですよね。この場合だと3日分と4日分に分けて、つまり 96ml と 128ml を 100ml と 150ml のボトルでご用意するのが一般的なんじゃないかなと思います。まあこんな感じで例外っていうのはいくつかあるんだけれども、ボトルのチョイスっていうのは水剤の全量が入り得る最小単位のものを選ぶっていうのが一般的な考え方になります。ということで水剤の調整手順1がボトルの選択でした。それでは続きまして、水剤の調整手順ステップ2なんですけれども、1回量の計算になります。で患者さんが飲むね、1回の量っていうのを求めていくんだけれども、これね、結論申し上げます。これがめちゃめちゃ大です。1回量は 0.5 単位となるように、かつ最小となるように意識しながら付計するということでございます。これね、先ほどの処方箋を用いて説明させていただくと、 13ml で1日2回ですね、まあ分2の場合とかはこれね、割ると 6.5
1.5ml ずつになるので何にも不敬せず、このままね、全量を測って水剤を作ればいいわけなんですけれども、例えばこれ分散だったとしましょう。1日3回の場合って13割る3って、割ることができないんですよ。割り算をすると、4.3333333になると思うんですけど、これはね患者さんが測るにはすごい細かすぎるということで 0.5 単位に不敬する必要があるんですよね。で 4.3333 の、1個上のね 0.5 単位っていうと 4.5ml になりますよね。1回量が 4.5ml ということは1日3回なので 3× と 13.5ml になりますよね。で医薬品だけの全量だと1日量が 13ml なので引き算をすると1日あたり 0.5ml を不敬する必要があるわけですよ。でこれ1週間分の場合は 3.5ml 合計でね医薬品とは別に不敬する必要があるんですよね。まあ、要するに全量が 94.5ml になるということで、ございます。じゃあ何で不敬かさ増しするのっていう話なんですけど、水とか炭シロップが使われるのが一般的ですね。まあほとんどの薬局が炭シロップが多いんじゃないかなと思います。炭シロップの方が水に比べてね期限が長かったりするんで炭シロップ採用しているところが多いんじゃないかなと思います。ということで水剤の調剤手順ステップ2が1回量の計算でした。はい、それでは皆さん中盤戦に入りました。ステップ3はですね水剤の履歴を作るということでございますね。ステップ1と2でボトルの選択そして1回量の計算をした。さあ医薬品を作ろうじゃないんですよ。作る前に何の水剤を使ったのかっていう証明みたいなジャーナルをね発行するんですよ。これ分かりやすく例えると飲食店のレシートみたいな感じで、例えば皆さんカフェとかに行った時にどのカフェで何の注文をしたのかっていうレシートが発行されますよね。で商品に不備があった場合にレシートを見せて何か物をね交換したりするじゃないですか。あれと一緒で水剤もどの医薬品をどれぐらいの量を測ったのかっていう、まあ、レシートというかジャーナルを発行するわけなんですよね。水剤の医薬品のね瓶にはバーコードがありまして、そのバーコードをマシンにスキャンして手入力で、量をね計算していきます。もちろんね不敬剤の炭シロップとかも、スキャンしてどれぐらい使ったのかっていうのを入力します。で発行を押すと全量が書いてあるねジャーナルが出てくるので、それを見ながら作るのが一般的なんじゃないかなと思います。商品の処方箋をよく受け付けてる薬局だとこのスキャンしてジャーナルを発行する機会っていうのはあると思うんだけれども、あんまり商品の処方箋来ないところだとなかったりするんで、そのような場合はですね水剤の瓶を調剤棚に戻さずにこれ使いましたみたいな感じで調剤の人が監査のね人にすごいアナログですよね、見せてあげたり、あとはね写真を撮っておくっていうケースがあったりするんじゃないかなと思います。ここに関しては皆様が勤務される薬局のルールに従っていただければいいんじゃないかなと思います。ということで水剤の調剤手順ステップ3が水剤の履歴を作成するということでした。続きましてステップ4に行きたいと思います。こちらのですね調剤手順はメニスカスを意識して注ぐということと不敬剤は最後に入れようぜっていうことでございます。皆さんここにちょうどメートルグラスみたいなものがありますね。これ全然違いますね。これをメートルグラス、そしてこれをね水剤としてやっていきたいと思います。皆さんメニスカスって学生時代に聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけれども、容器の表面と液体の相互作用で起こる液面の屈曲のことなんですけれども、水剤においてはこの屈曲の下の部分ですね、真ん中の底面の部分を水平に見て読み取っていただくのが正しいやり方になります。ただメートルグラスを空中で持ってこのように注ぐのは慣れてないと難しいと思いますので、最初の方はこのように水平な台に置いていただいて、まあ、このようにね読み取っていただくのが、まあ、よりね最初は正確にねやりやすい方法になるんじゃないかなと思うのでおすすめでございます。慣れてきたらねどんどん速さが上がってくるんじゃないかなと思いますね。はい、そんで最初に医薬品を測り取ってもらってボトルに入れるんだけれども、どうしてもこの容器の側面に液体がこびりついてしまって医薬品の量が少なくなってしまうパターンがあるんですよ。まあこれわざわざねもう一回足りないからと言って水剤を足す必要はなくて、少しのロスであれば全然そのままで大丈夫なので、後で不敬剤で全量の帳尻合わせをするっていうイメージでいいんじゃないかなと思います。ということで、水剤の調整ステップ4がメニスカスを意識して注ぐ、そして不敬剤は最後に入れようぜということでした。
それではいよいよラストスパートですね。ステップ5です。最後は兄弟がいる場合はボトルに見分けがつくように工夫するということでございます。例えば双子の方とかだと体重も近かったりして、やっぱり家族間だと同じ風にかかったりするんで、処方される医薬品も一緒だったりするんですよ。その場合って全量が少し違うだけで、ボトルのね配合割合とかは一緒なんで、色とかが全く同じなんですね。なので、まあ、ボトルにね名前を書いていただいたり、色分けするのが一般的になってきます。これをやらないと薬剤師側でも患者さん側でも事故が起こってくる可能性がありまして、例えば監査の時に兄弟の方がボトルをね兄弟と逆に入れてしまって、それで監査通っちゃうとそれでお渡ししちゃうし、正しく患者さんにお渡しできたとしても患者さんが管理している中でボトルが入れ替わったりしまって、違うね方に飲ませてしまうっていう状況がね起こったりします。なので、まあ、兄弟がいる場合は色分けであったり名前をねボトルに書いていただくのが一般的なんじゃないかなと思います。ということでね、最後はあっさりになりましたが、兄弟がいる場合は区別がつくように工夫するということでした。はい、皆さんここまで見てくれてありがとうございます。本日の動画では僕の観点から水剤の調剤手順についてお話しいたしましたが、いかがでしょうか。ちょっと動画の尺が長くなっちゃってるんで、今回の動画をまとめさせていただきますと、まずステップ1、ボトルの選択ですね。医薬品の全量を計算していただき、その全量が入りうる最小単位のボトルを選んでいただく。そしてステップ2、1回量の計算になります。 0.5 単位かつ1回量が最小となるように不計剤のあるなしを決めていただく。そしてステップ3、ここでは水剤の履歴を発行していただきます。監査する人のために、どの医薬品をどれぐらい測り取ったのかっていう証明をね、残していただくということですね。そしてステップ4、メニスカスを意識しながら、かつ不計剤っていうのは、最後に注ぎましょうということ。そして最後ステップ5が、兄弟がいる場合は、事故が起こらないように何か、見分けがつく工夫をしましょうねということでした。まあ、やっぱり最初は水剤つくのってすごい難しくて、僕も不器用なんでこうプルプルしたりしてちょっとこぼしちゃったりね、なんならしたこともあったりしますよ。まあそれぐらいの失敗は普通なんで、皆さんの中でも今後仕事で失敗をしてしまって、場合によってはお叱りを受けることとかってあるかと思うんですけれども、大丈夫ですよ。気にしないでとまでは言わないんですけれども、ある程度のことはやり直せば大丈夫でございます。なかなかこうね、薬局だとコミュニティが狭かったりするんで、一度怒られてしまうとメンタルがね落ち込んじゃう時があったりすると思うんですよね。その方々に対してもこのチャンネルを通して、まあ、元気づけることができたり、失敗に対して改善策を講じてね、一緒に薬剤師として高みを目指すことができる、そんなチャンネルをね今後の目指していきたいなと思いますので、薬剤師のオフィスをよろしくお願いいたします。また僕はフリーランス薬剤師に特化した人材紹介会社、株式会社ティハフ運営しております。薬局経営者様、薬剤師様の中でご興味ある方いらっしゃいましたら、概要欄にリンク貼らせていただきますので、お問い合わせお待ちしております。ということで、本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。